はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、発泡酒。キリンの、淡麗のプラチナダブル。プリン体ゼロ、糖質ゼロ、アルコール度数が 5.5% の発泡酒です。100ml あたり糖質が 0.5g 未満のものに、表示可能ということで、実際は、プリン体は入っている、違う、糖質が入ってるらしいです。または微量と。0.5g 未満だから、まあ、ゼロと表記してもいいということですね。原材料が麦芽とホップと大麦と糖類とカラメル色素と、アルコールと香料と酸味料と乳化剤と甘味料です。これ甘味料入ってんの？しかもアセスルファーム系かよ。世界初の特許技術、プリン体カット製法、を使っているそうです。これマジでこれ甘味料使ってんの？発泡酒なのに？発泡酒なのに甘味料使ってんの？初めてじゃないそれ。初めて聞いたけど。はい、じゃーん、こちら、札幌の、とある、まあ、いいや、うん。グラスをね、入手しました。はい。とある場所で、なかなかかっこいい、ね。他にもね、ちょっとね、いろいろ買ったんですよ。うん。ちょっといろいろ買ったんで、お見せしましょう。まず一つ。こちら。ギネスビールの、まあ、俺もこれ持ってるんですけど、うん。まあ、これ2本目ですね。うん。俺が飲んでるやつが、ここはなんか口の部分かけちゃって、で、まあいいやと思って。いや、これ買おうっつって買ったんですよ。で、他にはこちら。山崎の、薄張りタンブラーですね。まあ薄張りグラス。まあ、ここの底の部分を見ると、2倍ぐらい違う。で、こっちがちなみに響きの、見づらいかな。響きの、タンブラー。まあ、一応薄張り、なのかな。ああ、口の部分は薄いですね。ただ、底の部分は若干やっぱ厚い、普通のぐらい。で、ちなみにこっち、響きの方はもう2つ入手しました。ということで、カンピー。うわぁ、これマジで、これ札幌のこれ工場とかで出るやつじゃないの。これ、俺グラスマニアなんで、本当に、こういうのは嬉しいんですよ。カンピー。うわぁ、これ。うわぁ、これ。うわぁ。甘味料だ、これは。いや、甘味料じゃない、これ、おかしい、味が。絶対的におかしい。なんだ、これは。なんか、これ、まずぅ。めっちゃまずい。なんだこれ。あれだ。あれに似てる。ドラ、大豆タンパク使ってる商品に似てる。うわ、まず。これはダメだ。まずすぎる。
まずすぎる。これはきついな。これはもう廃棄するレベル。廃棄するレベルかもしれん、これは。ちょっと待って、淡麗のプラチナダブル。廃棄するレベル。流しに捨てようかな。淡麗、プラチナダブルと。これあれだ。あのね、わかりやすく説明するとね、あの、ノンアルコールビールのような味がする、あの、発泡酒、酒が入ってるもの。で、この後味が、あの、甘いのか、何なのかわかんないですけど、明らかにおかしい味がする。風味が。で、ちなみにお客様の声が 91% が美味しいと回答したと。プリン体、糖質ともにゼロとは思えない飲み応えで美味しかったです。はぁ、あ。とんでもないまずい。うえ。吐き気さらする。なんかドラフトあんだっけ？あれも発泡酒だったっけな。あれとんでもなくまずくて、廃棄しましたからね。流しに捨てたからね。あれ伝説で、伝説ですね。あれ大豆タンパクっていう、だったか、エンドウタンパクだから使ってるんですけど、とんでもなくまずいぞ。あれが原因だと思いますね。もはや。麦じゃないんですよ。エンドウ豆なんですよ。うん。う、まず、あ、ダメだ。う、これダメ。これ全部飲んだら、これ吐く。やーめだ、捨てる。これダメ。捨てる。もう捨てる。コク、甘み。やっぱ甘みが若干強いんだ、これ。おかしいんだ、これ。甘いっていうあの感覚じゃないんだけど、何かおかしい、うん。わからん。舌として甘みは感じないんだけど、なんか、風味がなんかもう、あの、香りとかなんか甘いんですよね。で、変な味するんですよ。香りがね、とにかく変な味が強い。これ買う価値なし。もう捨てます。もう流しに捨てよう。今から流しにしてよ。3451です。ということで、ご視聴ありがとうございました。